ゴーストインザセルで何が決定的に違うって、なんか馬頭の場合は女体に対してもほぼそういうのはないんで、諦めた時代のオタクたちなんですよ。その前までのオタクって、岡田さんとかもそうだけどしますから。そうなの。おしいさんは匂わせちゃうわけ、前の世代だから。あ、お願いします。すげえ面白いなと思ったのがね、馬頭さんすごく物に愛着を感じてる人で、ね、こっちでは物が大好きなオタクだよね。体鍛える系オタクなんですよ。絵に描いたようなメカオタクっていうか、うん、寂しい、あのっていうキャラクターだよね、うん、だからなんか火事がおじいちゃんになったみたいな感じ。おじいちゃんではないけどね。髪の毛くくってるだけだよね。このね、ゴーストの話しながら側に執着していくところが非常にオタクっぽくていいんだよね。あ、で見た目、うん、イコール女体にもなりますから、はい、あ、そう、ルッキズムです、はい、スペックなんですよ、うん、だから便利で綺麗な美しいメカが好きみたいな、うん、マテリアリズムが美意識の中中核にあるんだけど、同時にゴーストっていう非常に抽象的な魂の話をするので、うん、ここが面白いなって思います、うん、なんか馬頭の場合は女体に対しても、ま、ほぼそういうのはないんで、諦めた時代のオタクたちなんですよ、うん、まさにこの時代なんですよ、2000年代。その前までのオタクって、岡田さんとかもそうだけど転職しますから。そうなのよ。そのっちの時代の人がこっちを書くというか、うん、なんかそこがやっぱり、ね、だから馬頭ってなんかすごい入りやすいんですよね、その男の子として。その馬頭と元子に恋愛関係ではないっていうところがまた今っぽいね。これがいいのよ。これが今だよね。これが現代。もしちょっとそういう感じだったら困るっていうか、それをおしいさんは匂わせちゃうわけ、前の世代だから。ああ、そうだから、なんかまだ執着してるところあって、うん、みたいなさ、なんか、うん、おしいさん、あのゴーストインザシェルのこの2人ってさ、うん、なんか、うん、別れた後の2人じゃない。分かる分かる、そうです ね、 そ う、 ですね。そうだよね。1回付き合ったね。1回付き合ってもいろいろあって、あったなって。そうそうそ う、 そう。でもまあ職場一緒だから、うん、みたいな、うん、普通の男女じゃない何個も経てきた信頼関係みたいなのが見えるから、うん、まあそっちはそっちです、ね、そうね、そうね、うん、SAC が好きなのは、うん、ゴーストインザシェルがもう、うん、暗いんですよ。暗いね。ちゃんと青空を。だからさ、まださ中年のうつに入ってないんだよ。神山チームはまだ30代の後半か。ああ、まあ、この時ってもうあのゼスピリチュアルブームじゃないですか。プラグの場所が魂の入り口はここですよなんつってさ、はいはいはい、だから清める時ここ清めるとか言うじゃん、ここから入るっていうイメージって、あの原作から あるけどとても良くて、これがマトリックスにまんま行きますよね、はい、マトリックスの方のプラグは長いんですよね。ズボって。あ、そうなんだ。痛そうじゃないですか、ね、こっちはまだ USB ぐらいなんですけど、その前にエヴァがあるからね。そうですね、エヴァもプラグだった。プラグ大好きだよね。そこを抜くと3分かなんかで暴走するっていう、うん、そうそうそう。やっぱ頸椎のね、頸椎というか神経通ってるから首にしたいんですかね。つまりさ、大いなるものとつながってるイメージなんだ、うん、でそれがですかね、コンピューターが存在する以前だと、うん、八百万の何かとか天とつながってるとかっていう、うん、そういうイメージで、だから神社なんだって。あ、そう、コンピューターが生まれてから神が変わるっていうさ、うん、っていうイメージはあるんじゃないですか、ね、でも日本人だからなのかな、ね、このイメージ。もしかしたらこの脊髄というか、ここに何かっていうのって西洋だと違うかもしれないなと。うん、腰とか分かんないけど、ハートかもしれないし、どこに、ここでよくないと思う。それインドね。だからどこに魂が、インドだったらチャクラかもしれないし、ね、そうそう、どこに魂が、うん、みたいなのがなんか存在するかっていう、今思うとこれ日本人的イメージなのかも、うん、だよね。まあ面白さの一つのポイントはですね、ゴーストでしょうね、うん、だから広角機動隊って三元論でやってるんですよ、ね、つまりさ、あのコンピューターってアセンブラで二進法じゃん。つまりさ、0と1の世界でさ作られてるのがコンピューターの世界だから、白か黒かの世界なんだよ、うん、なんだけど、うん、そこにゴーストっていうのが出てくるんだよ。つまりもう一個の要素が入ってくるっていうか、うん、見えてる世界、科学みたいなものが全てですっていうので終わらないっていう、うんうんうん、そうじゃないものがそこにあるよねっていうのがゴーストので、ネットの海の中に非常にスピリチュアルな何かが入ってくるわけ、うん、これがスターウォーズのフォースとは別の新しい、まあ、SF の、要素として入ってる、うん、ネットワークみたいなその人工物の中に魂のようなものが生まれる、うん、これ最新の AI でさ、私は人間になりたいって言い出したらしいね、うんうん、だからそういうことが起こるんじゃないのっていうのがもうすでにやってる。ここから出してとか言い出すんだって、
じゃあその学習材料のデータの中にこういうの入れてるからじゃないですか、それ。まあそうです。でだから そういうエラーが起こるのって有名なんだって。うんうんはい、だけどそれってどうなのっていうところをまあ突っ込んで。うん、まさにこの中で元子がその実験やってるんですよ。うん、AI だ立ちこまっているじゃないですか。はいはいはい、あれがどんどん学習していって、うん、その個性がちょっとずつ出始めてくるみたいな実験を、うん、この中でやってるのが面白い。だからね、すごいよね、うん、2002年の段階でガラケー持ちながら想像力を駆使して、まあ、考えてた脚本だなっていうので、だからまあよくワクワクする仕掛けになってますよね、うん、俺は三元論って最近すごく好きなのね、うん、二元論で白か黒かやってるっちゃダメなんだ、うんうん、3つ目入った時に面白くなっていくんだよ、うんうんうん、それは答えが出ないからなんだけど、はいはい、劇場版もそうだけど、うん、答え出ねえなと思いながら見ちゃうっていうのがちょっと広角の深さになってますよね、うんうんうん、そうですね、うん、で元子どこ行ったの？個人的には推しが取り扱ってるゴーストとこっちのゴーストは違うんだ概念が概念がというかなんか取り扱いが違うというかなんか別のもんだなって思いながら見てたりしますけど具体的にどんな、うん、推しの場合は私たるものみたいなのがゴーストなんで、うん、でそこが自分の中にあるゴーストなんですけど、うん、こっちに関してはゴーストが例えば生身なのか擬態なのか、うん、ネットなのか、うん、どこに定着することによって私なのっていうような捉え方というか、うん、もっとドライな扱いというかこっちの方が、うん、だからこの辺答え出してないところがすごく良くて、ね、ずっと何なんだろうなって思いながら見てるところが面白い。あがーまえばそしてですね、冒頭シーンからもうね、もうぶちかましてきますよ。あらゆるネットが原稿を巡らせみたいな、光と電子となった石を、これもなんか言い方かっこいいよね。メールとか LINE とか全部光や電子となった石ですからね、はいはいはい、それはある一方方向に向かせたとしても、うん、個人が、うん、この個人の個人、ね、この漢字使う、孤独の子、孤独の子だよ。だからみんな一人ぼっちなんだ。石をネットでガンガン送り合って、今も送ってっけど、うん、だけど一人ぼっちだよっていうさ、それが複合体としての子になるほどには情報化されてない、うん、つまり個人が亡くなって複合体となる 子っていうところまで行ってない、うん、っていうことなので、なっちゃうかもしれないよっていう前振りにもなってます。そうなんですよ、これが笑い男につながってくる。そして現代にもつながってます。めちゃくちゃ現代につながってます。壁というなんて一つのなんか生命体みたいになってますけど、それも一言でイーロンマスクでいいですよね。ああ。今現代に起こってるいろんな現象を割とこれに関して言えるっていう、うん、でそれで推し版はこんな感じで言ってたの、はいはい、冒頭で。そうなんです、違うんですよね。そう、変えてました。だから企業のネットが保守多いみたいなさ、なんかこれもなかなかポエムなんですけど、ちょっとなんかニュアンス変わってるっていうか、だからこのニュアンスを変えて、国家や民族が消えてなくなるって、そこじゃないよっていうさ、そうじゃないところに変えてますよね。超面白いよね。あがーまえばドドン。この広角機動隊には作られた人形っていう一つのテーマがあって、そうするとピグマリオンの話で、日本のコンテンツって人形を作って美少女作ってそれに惚れちゃうっていうのやたら出てくるんだ。エヴァンゲリオンもそうじゃん、うんうん、作ったものドールに恋してしまうっていうのと、あと死体集めてその化け物作っちゃったってフランケンシュタインっていうか、うん、だからさ、人間が人形を作って人間みたいなものにしようとするって時に、創造主が神になるわけで、うんうん、神になろうとする人間の話の愚かさみたいなのも入ってくるんで、愚かなる者たちもそうなんだけど、うん、そういったテーマ まず最初にあって、こっからの展開でピノキオとかアトムとかって、これは 何が大事かっていうと、作られたものの中に内面があって、うん、心があって、うん、葛藤が始まるわけだよね、うん、僕は誰なんだっていうアイデンティティの問題で悩む人形っていうもの、うん、これがいろんなことのメタファーになるんだよね。だから子供が生まれましたって思い通りに育てたいと親がやって、いろいろな親の勝手なものをインストールするんだけどみたいなさ、そういったものに対して側はそうだけど中神は一体何なんだみたいな、親は神じゃないんだよ、うん、そういうやつのテーマみたいなのがこの辺にまあ盛り込まれるっていうやつで、うん、でこの次の世代になるとそれを展開させていって、うん、仮面ライダーも苦悩します。言うとやっぱキューティーハニー
ぽいですよね、元子の如月博士によって作られたアンドロイドなので、ただキューティーハニーって本当に葛藤がないですよね。いやーんとか言ってますから。あそこから先ですよね。でも原作のさ、ギャルっぽい、うん、男、まあまあそんな感じだよね。だから原作の漫画版のやつは割と、うん、めっちゃ女の子っていうか人間的っていうかバブルの女性なんで、うん、まああんな感じになりますよね。そう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 、っていうか、まあ、ギャルっぽいですよね、うん、まあそんな感じでまとめると広角ってね、70年代サイボーグ叙情系が入ってて、私って誰で悩むやつなんだよ、うん、力が強すぎてそれに対してもちょっとどうなんだって悩んだりとかってする、うん、それも入りつつ80年代のサイバー系の側みたいなのもまんま使ってて、うん、ど真ん中に太陽にホイールが入ってる、うん、そこが面白いね。見やすいだからめちゃくちゃ見やすいんだよ。そりゃそうですよ。お尻だと真ん中に中年の鬱が入ってて、ね、犬が入ります、うん、なんといっても広角の、まあ、売りっていうか遠隔操作しているのがすごく面白い、うんうん、だからここにいるけどいないっていう、うんうん、元子はここですげえそのスーパーセクシー姉ちゃんとして現れて強いんだけど、うんうん、本体はどこに行くか分かんない、うんまあ、でチームの連中も分かってないし、実に今っぽい、うん、VTuber に恋する人たちが今いますからね。そのホロライブとか、はいはいはい、ああいうのがもう今全盛期じゃないですか、はいはい、だからなんかアノニマスもそうだし、うん、VTuber ブームもそうだし、すごい予言めいてたことを、うん、それはそうですね、やってんなっていうのはありますよね、うん、そしてもう一つね、その広角の売りといえば、はいはいはい、透明になってしまうという、消えていく、明細で消えていくっていう、うん、でこれがビジュアル的にも、うん、内容的にも、うんまあ、ダブルミーニングになってて、ネットの世界に消えてきますから、この人って魂ってどこにあんのみたいな、うん、つまりさ、いるんだけどいないっていうものをビジュアル化で見せてるっていう、うん、でそれも、まあ、の一つ の, その戦い方の一つなんだけど、これがなんかシンクロしてるのが実にこううまいなっていう印象があります。なるほどね、性をね、うん、消していくっていうか、うん、周りに溶け込む、あそうで、その個性を消していくっていうテーマじゃないですか、うん、まあ、正面からそれをやろうっていう風な脚本の組み方を知ってありますね、うん、笑い男の話がまさにそうで、そしてスタンドアローンって何かって話で無料部分の時間が来てしまいましてね、あら、はい、これシリーズでやるので興味あったらファミリーになって、神山さんチームはエンタメに振ろうとしてるのと、うんうん、あとちょっと現代に通じる要素が多い、そうそうそう、おしいさんは小説家だった、小説家だし、はい、アーティストだし PV を作ってたあの人、はい、あ今日トゲあるね、天使おしいさんに何か恨みでもあんの、いやだからさおしいを超えなきゃダメだって話で、神山さんはそれは天使の卵を割ったんだよ、怖いこと言う、怖いこと言うわ、いやだから俺たちにとってそのおしいさんの天使の卵ってすげえ邪魔だったから、俺らの世代にとってそうなんだ、あんなのが大学の時にこうベビービデオが出ちゃってさ回ってきたりとかしてさ、見たみたいなさ、うん、困るって、まあそうね、やめてよって思って、うんうん、だからそしたらなんかエンタメできなくなっちゃう、ベタができなくなっちゃうんだよ、あの人が現れたせいで、うん、だからそのこうエンタメに振るか寄せられるかみたいな磁場があったんで、うんうん、ただし、うん、おしさんはすごいと思う、この原作とあれを全部自分のものにして、うん、それは本当にすごい、本当にあの人はすごいと思うんです。だからだってあの四郎さんの原作全然ノリ違うじゃん、全然違うもん、むしろあっちの方が俺だから、うん、もうゴーストインザセルで何が決定的に違うって、うん、リズムが遅いんですよ、めっちゃ遅いです、もう最近ずっとテンポ速いもうアニメも全部そうじゃん、東洋を感じましたね、そうですね、もうほぼほぼハッタリだからな、ハッタリ決めるわでもそのハッタリにうっとりしちゃうんだよ